おはようございます、カババです。ここはね、鳩町峠です。まだまだね、残雪がすごいですが、はい、2月にヘリで尾瀬入りして以来2ヶ月ぶりになりますけど、今日は尾瀬ヶ原のトレッキングを楽しみたいと思います。はい、さっきね、川上川の橋を渡りました。山の花までもう本当にあと5分ぐらいですね。いやー、でもね、綺麗だよね、残雪の尾瀬も。はい、ではね、今から、尾瀬ヶ原の方にね、入っていきたいと思います。
はい、右の方ね、牛首が見えてきました。この先に牛首分岐ってのがあるんですよ。よっぴ橋の方に向かうところなんですけど、とりあえずね、そこで折り返したいと思います。埋もれちゃって何が何だか分かんなくなってるけど、はい、ここはね、牛首分岐という場所です。はい、ここはね、まあ雪がないとこんな感じで、皆さんのね、憩いの場所になります。おお、明治カルシウム入りヨーグレット。これヨーグレット、ヨーグレットでも白駒行った時にあのパリパリって噛んだやつじゃなくて、これグミですね。グミね、爽やかヨーグルトだ、ね、いいんじゃない。うん、あのヨーグレット美味しかったもんね。ということでございまして、おおお、今日はヨーグレットグミ、ヨーグレットグミ、なんかウイスキーボンボンみたいな。なんとも例えようがないな、これ。噛み応えがすごい。はい、というわけでございましてね、今日尾瀬ヶ原、残雪トレッキングやってきたわけなんですが、ここ牛首で折り返します。それでね、明日からいよいよ5月になっちゃうんですけど、去年もね実施したんですが、5月の最終週、今年は28、29の土日なんですが、またこの尾瀬ヶ原トレッキングを実施します。その時は、まあ、この雪もねだいぶ溶けて、木道も現れてると思います。去年もね、大勢の方に声かけていただいたんですが、今年もね、カッパパ、カウママを見かけましたらね、気軽に声かけていただければ、モチベーションのアップになりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もね、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カッパパでした。